はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回はこちらの精鋭選手ピックアップガチャを引いていきたいと思います。もうね、ようやくちょっと、土曜日にゲームをやる時間が取れましたので、まあやっていきましょう。で、今回は、帽子なし山口くんが、デビューとなってまして、まあ普通にね、山口と同じで、変化球キャラにはなってるんですけれども、精神ボーナスをね、持ってますので、まあ、かなり貴重な選手になります。まあぜひ欲しいところではあるんですけれども、バナー SR 確定は、30連と50連の2回か。で、あとはピックアップキャラとして、なるみゆうとと、三田村くんになってます。まあ、なるみもね、PSR 持ってるんで、かなり欲しいキャラではありますというところで、一応、一押しキャラを見てみますか。帽子なし山口。投手なら先手必達ということで。で、これはね、なんか、ちょろっと成功みたいなのがあって、ちょろっと成功すると、骸骨の先制ストライクが取れますというところになってます。まあ金徳自体はね、確定ではあるんですけれども、ちょっと成功すると、骸骨も一緒に取れたりしますと。まあ、野手では使わないでしょう。まあ、ルシファーとね、違うところは、ルシファーは筋力も持ってて、野手としても、使ったりするんですけれども、山口は、変化球しかないので、まあ、特に野手では使わないかなというところになります。では、ガチャの方を引いていきましょう。まあ、例によって単ガチャからいきますか。1200あればいけるよね。っていうか、結構きついよね、この石の消費量が。今回だって帽子なし山口と鳴海も結構いいガチャでしょ、そのピックアップ的な話をすると。で、来週も、あ、鳴海だ、やった。円卓でしょ、で、その次が多分クリスマスが来るでしょ、で、さらにそこからお正月と流れていくんで、もうこっからはね、もう石がいくつあっても足りんよっていうような感じになりそうですけど、まあ、クリスマスは多分サンタホムラちゃんが来ると。で、あとお正月にね、どういったのが来るかというところは、全然見えてこないんですけれども、まあ、円卓もね、かなりいいキャラが揃ってるので、ここも引いておきたいし、クリスマスはクリスマスで、まあ、やっぱり引きたいし、お正月もやっぱり引いていくというのがあるんで、まあ、まずはね、帽子なし山口から、ゲットできればと思いますので、10連目ここは、バナ PR で SR の出現率が2倍ということになってます。なるみもね、早く PSR プラゴにしたいんですよね。何枚目か分かんないけど、1枚目とかがね、三田村くんはね、もうプラゴなのよ。帽子なし山口普通の R。 お、来た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 。とりあえず確保したな。確保したけど、なるみはなるみで欲しいからガチャは引きましょう。さて、20連目ここは SR が確定と。まあ、帽子なし山口はね、別バージョンなんで、普通の山口から解放もできるので、まあ、そこはいいですかね。お、2つ入ってる。犬木か。犬木ももうプラゴだからな。で、先駆けはね、三田村くん三田村くんもプラゴなんだよな。先駆けはね、PSR を持ってて覚醒するとマジで強いんですけどね、まだ覚醒には至ってないんで。まあ、覚醒キャラでね、化けたキャラはやっぱり結構いますよね。30連目ここはバナー SR ですね。てか50連ってきついよね、やっぱり。仮にさ、石ゼロだったとしたらさ、1万円出しても足りないからね。よし、なるみ、オッケーオッケーオッケー。なるみがどこまでいけるかだな。もう他はもういいや。これでなるみ1枚でしょ。で、40連は普通の SR 枠。いやー、ほんとそうするとガチャっていい商売だよね。六本木とかいらない。うん、まあ山口が1枚入ってるくらいか。しかも R だからね。で、じゃあラスト50連いきましょう。ここもバナーなので
山口かなるみが出てくれればいいけど、今となってはどっちかというとやっぱなるみの方が欲しいね。山口は常設の普通の山口で将来解放していけるんで、山口か、まあまあまあいいでしょう。うん、まあそんなわけでとりあえずまあ山口もね確保することが、できましたので、そうですね、またちょっとテーブル見ますか。テーブル見て、あとサクセスもねまだ1回もやってないんで、強化黒がね今始まってるんだよね。もう終わりそうだけど、あそうそうそう、あとサクチャレは211位だったのかな。だから全部でシゲの大悟くんが4枚もらえたのか、その報酬で4枚もらえて、1枚はなんか累計報酬でもらったので全部で5枚で、ここら辺でもしうまくいけばプラゴにはできますと、プラゴにはできますという感じではあるんですけど、まあ、相棒キャラはねちょっと分かんない使い方が強化街道高校だったらまあ入れてもよかったんですけど、普通の高校だとどうだろうね、使いどころがなかなか。技術ボーナスか、技術ボーナスがついててタックボーナス、まあ、固有40ですね、報酬キャラなんで。で試合経験点ボーナスが45でつきますという感じになってます。金徳とかはごめんちょっと分かんないで、帽子なし山口くん、テーブル的にはやる気デッキですね。やる気効果アップ、100がついて精神ボーナス4で、帽子の下ということで、ここでさらにね、精神ボーナスがついて、で山口はねもともとそのコツが高いキャラだったので、固有で多分コツ経験点アップがついてタックは70ありますと。で45で試合経験点ボーナスの、テーブルになってまして、で通常山口くんと比べてコツが1個増えてますね。順応で勝ち運はまあそもそも直取りするものなので、まあ、実質2つ、まあ、タイピンをプラゴまで持っていくかどうかということなので、コツの数的には、まあ、もう1個あってもいいかなって、まあ、3個4個あたりがね一番バランスはいいと思うんですけれども、まあ、順応はねそれなりに珍しい、コツになりますので、まあ、回収は、かなり回収率は高いと思いますと、いうところで、じゃあ今日はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。